戦場ヶ原まで行きますか。途中でね、山王峠、わかるかどうかあれですけど、はい、じゃあ行きます。まあそれもないよね。警笛鳴らせね。すごいね。下がってきちゃったな。もう峠過ぎちゃったかな。道門のところがそうだったのかな。あれだ。あれだ。戻る。戻るな。これ乗らないつもり。わかんないね。電波が入んないからね、わかんないんだよ、どこが峠だか。でね、確かね、ここが峠ですよっていう大きな看板があるわけでもないんでね。ここで参りました。この辺だよね、どっちかっつったらもう峠っつったらここでしょ。わかんないけど、なんか峠の何も看板がないからわかんないけど、おお、見つけた、見つけた。あ、ここですね。あ、0.3 キロ。あ、ここですね。ここだ。ここが山王峠っぽいっす。歩道なんだね。歩道峠だ。山王峠って。はい、山王峠、来ました。ここから300メートル上に上がったところが、歩道の峠ですね、これ。まあ車っていうか車両とかで来れるのはここがまあ限界という感じでしょうか。じゃあ行きます。あら、霧が出てる。まあ今からその高所には行かないんで、それには行かないだろう。ただね、やっぱね、この辺ね、涼しいですね。まあ、道が途端に、前はね、あっちの日光じゃねえや、そうか、日光でいいのか、中禅寺湖の方から、
上がってきたんだよね。で途中でね、通行止めですっていうゲートがあって、あ、なんかちょっと霧が、まあゆっくり行きましょう。でね、相変わらず電波が入らないです、ここら辺。どの辺だったっけね、ゲートだったの。あ、でも結構割とね、なんか広い、一時的に広いところがあったな。全然ね、山に入ったかなっていうぐらいのところでもうゲートあったんで、ゲートっていうか、あの通行止めの、あのあれですね、なんつうの、あれ、工事現場にあるようなやつね、あれでもう仕切られてたんで、さすがにちょっとね、あれは何年前だったでしょうかね。ちょっと水、道がなんかちょっと湿っぽくなってますね。これは霧の影響？雨じゃないよね。まああの、あ、びっくりした。シカちゃんだ、シカちゃん、こんな近くに、あ、びっくりした。ちゃんと映ってっかな。もうびっくりしたよ、シカちゃん。シカちゃんのお尻が見えましたね。白いお尻がぴょん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 で跳ねて、びっくりしちゃったよ最初。まあ路面ウエットなんでゆっくり行きましょう。で今3時半でしょ、今からこっちに上がってくる人もそうはいないと思うんだよね。川俣温泉に この道を使っていく人はいないんじゃないでしょうかね。わかんないですけど。全然この辺の道とか何にも見覚えない、見覚えないっていうか、だから通ってないからわからないんです。いやー涼しいなー。寒いですよ、寒いです、本当寒い。あの涼しい通り、あ、ここまでは林道奥鬼怒線。え？え？え？こっちにいいんだっけ？奥鬼怒線？あれ？寒い。じゃあもうだいぶ下ってきちゃったんじゃないの。あ、もう下ってきちゃった。その元どこで通行止めされたのかがわからない。
されたところはどこだったかがわからないな。あれ何これ、なんかすごい道がびしょびしょ雨降ったのかなこの辺。相変わらず電波入らないね。寒い、寒いです、本当寒い。ちょっと、どっか止められるところに止めて。カッパ来たい、カッパ。あ、寒い。そうですね。あ、はい、なんかすごい道びっしょびしょだ。ちょっとここに止めて。あー寒い。一旦ですね、丸沼高原スキー場にを目的地にします。あ、ただまあそこのね、ロープウェイとかは、まあ、今日はもう多分時間間に合わないんで、行きません。とりあえずそこに行くだけ行くと。ちょっと寒いんで、指先が寒くなってきたんでグリップヒーター入れます。6月のもう中旬になろうとするところで、多分今これ20度ぐらいしかないんじゃないの、気温だって。メッシュジャケットじゃ超寒いもん。あの木の中に突入か、また突入っぽい。もうなんかそこら辺からもうなんか木っぽい。あらららら、やっべえな。いっぱいいるね、猿ね。キッこれ行くんだよ、これやべえな、おい。いやま、慎重に行きましょう。何もないです。やばいです、本当にやばいです。
見えないんですけど、本当によくあんなスピードで走ってくるね、こんな見切りの中。何も見えないよマジで。あー、はい、群馬県の皆さん、群馬に入りました。やっぱそうだね、金星峠だ今の。尾瀬片品に今25度になりました。尾瀬片品寄りましょう。あ、ここだよ、ここ、ここ。まだやってっかな。大将、すごいね。